プリットチャンネル、ハロー、サスケです。今日お手伝いしてくれるのは準レギュラーのコデカキン。はい、どうもコデカキンです。はい、はい、あともう一人準レギュラーのショウちゃんです。ショウちゃんです。ちょ、はい、準レギュラーなの？あ、準レギュラーですよ。俺だけだよ、準レギュラー。準レギュラーになったんだ。いや、早いって。何回出たの動画？1回出ました。おい、早いって。回数じゃないから。俺何回出てると。何回出てる？ギュッとしたら1回だよ、あんた。そんなことねえだろ。準レギュラーだもんね。準レギュラーって言われたんだもん。準レギュラーです、僕は。しかも別にあなたが準レギュラーかどうかを決める人じゃないから。いや、だからちょっと仲良くやりましょう。今日は3人で。いやーです。じゃあもういいです。ちょっと。そうだよね。もう僕は仲良くやりたいんで。ほら。なんか大人の感じ腹立つな。いやこれが普通だから。ここでだらだらしてんじゃねえよ。だらだら喋るとまたやりたい企画できないから。どっちがレギュラー、準レギュラーをやるか決めたい、俺は。いや、その1回を無駄にしたくないんだよ。で、今日はね、3人で協力してコストコで買ったこのディナーロールという、すごいね、量これ。パンをね、永遠に食べ続けようっていうのをちょっとやろうと思ったの。だけど、そんなに言うなら、じゃあまた対決するか。いいの？削り下ろしちゃうんだから。って、僕は仲良くやりたいのに。ほら、私もやります。ほら、で、俺よりもパンの個数が少なかったら、うんうん、脱退って言うよ。脱退？ちょっと僕まだ1回しか出てないんですけど。準レギュラーなれないんだよ、もうこれで負けたら。いいね。いや、絶対勝つんだよ。そういう気持ちじゃなきゃやってやろうじゃん。絶対勝つ、絶対勝つ。よーい、スタート。F3 1個目です。2個目で誇らしげにパンを。終了。はい、ストップしてください。何個ですか？ 4.5 ですかね。これ 3.5。 何個です？1個半。結果出ました、ビリです。そんな。翔ちゃんはまだ1回しか出てないし、まあ残念だけど準々レギュラーで。あー、そんなのあんの？見事1位になったので、ありがとうございます。はい、準レギュラー。え、ちょちょちょ、準レギュラーだ。準レギュラーでしょ。だから昇格でしょ。いやいや、それ昇格は言ってないよ。え、どっちが準レギュラーかって話だったよね。そうですよ、最初は。で、ビリだけが落ちますって話だったじゃないですか。やってるよ。いや、言ってないよね。やってるわ。言ってないよね。やったわ。で、準レギュラーになれる権利を得ました。そういうことだよ。どういうことだよ、毎回毎回。なんで権利得るって。なれるかなれないかは、第2ステージ。左腕で腕相撲です。もういいよ。バーイ。絶対負けない。はきょーい。残った。いや、もうやだ。やだ、やだ、やだ、いつもこうなる。強いんだ、あんた腕っぷしがよ。キャラの割によ。はい、誰？そうだろ。無名で、無名になったの？というわけで、ディナーロール、とても美味しかったです。それでは、チャンネル登録。完食。それでは皆さん、ツイッター、インスタグラム、フォローよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくねー。 YouTube おなじみのメイトスコーラね。徹夜で作りました。何？銃です。あれ？なってた。あ、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